おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターズイルとルカの不思議な書き、これ 3DS 版ですやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、生放送で配合縛りを用いて裏ダンジョンまでクリアすることができました。配合縛りはしましたまあ確かに配合はしてないねというわけで、今回はちょっとやりたいことがありますんで、そちらをやっていこうと思います。ということで、まずは、モンスター格闘場の A ランクから、まず、いや、これすらやってなかったんですよ、実は。これ、配合縛りでやれって話なんですけど、まあ、裏ストーリーまで来ましたから、もういいかなと思って、スルーしちゃったんですよね。というわけで、A ランクをまずやろうと思います。まあ、蹂躙しましょう。さあ、ご来場の皆さん、ようこそ格闘場へね、B ランクの決定戦が終わってね、ストーリーが終わってしまいましたけどね、いよいよ来ました。A ランクが勇敢なチャレンジャーが現れました。チャレンジャーの時間見せてやれ。行くぞ、ウキウキしてるぜ。マスター、あら、魂の仲間たちです。仲間たち見せてやろうじゃないの。どんなパ、ねえ、もう、配合を解禁した俺がどんだけ強いか、見せてやるよ。行くぜ なんか恐ろしいのが映ってみてもら今一瞬でなんか、すごいのが映ってたと思いますけど。あ、命令できないんだっけ。行きます、戦います。惑いの息、無駄無駄無駄、見ろよ、こっちじゃこれだぜ。なになになんかすごいのいるぞ。アサシンスク、行きます、アサシンスク、アタック、ちょっと、あ、わー、なんだ、攻撃、いやー、ちょっと待って、なんかバシーンってなってる、バシーンって、なに、ちょっと何してんの、ちょっと、おーオーバーキルが過ぎるぞ。何回攻撃、ちょっと何回やってん、うわあ、攻撃、ちょっと、何や、お前攻撃1、何しに来たんや、行くぜ。ああ、またすごいのできた、何なんそれこれモントナーを2体目を実は作れて、あのその2体目をちょっと配合して強くしました。テヘベロって感じですかね。行きましょうか。こいつの名前を紹介します。究極お前らです。つまりお前らですね。はい、ニコニコ流ね、リスナーさんたちお前らっていう風潮があるんですね。これお前らです。行くぞお前ら、一緒に戦うぞ。アサシンアタック行きます、アサシンアタック行け、頑張れ。うわ、ちょっと待って、すごいことになってる。何、あワンパンした。なんやこいつ、僧侶のなんか破壊層みたいな見た目しやがって。ちゃんと十字架使い。うわ、なんかエレメント系多いね。あれ、マネマネもいるね。あれ、マネマネいるね。え、強いの？見せてくれよ。期待してるよ。期待してるよ。行くぜもう何これ行くぜじゃねえんだよ。なんかまた出てきた。あれ、ミストウィングか。ミストウィングってこんなんだったっけ？なんか俺の知ってるミストウィングこんなんじゃねえぞ。マネマネ、見せてくれよ。怒涛の大逆転、期待してるよ。白い霧、なんだそれ。マネマネ、そう、何をするの？しかし何も起こらなかった。麻痺攻撃、麻痺攻撃、攻撃。もうやめてよ、ちょっと。なんか爆破の、ちょっと。あ、もう麻痺攻撃で終わっちゃったよ。全然なんか何もできない。さあ、S ランクにも行こうと思います。ちょっとね、まさかのやってないイベントだったね。それを消化したら S ランクできるようになりました。勝ち抜きバトルの鍵か。さあ行こうか。5000、高えな。一発で勝たせてもらうぞ。今回こそお前らの強さを。さあようこそ格闘場へ。S ランク来たよ。まあ、クリア後にできるんじゃないかな、S ランクってよく考えたら。なんでクリア後の強さは必要かな。楽しい中で、そう。行くぞ。行くぞお前ら。うわ、なんやこの顔。なに？うわー、なかなかなんか骨太な感じやね。ゾンビ系ばっかじゃん。行くぜお前らまた来た。ま、一時バーって出てくるからな。行け行けお前ら、行きます、戦います。あ、早い、あ、スモールボディか。あ、地響き、そう、タギがね、食らっちゃうからな。うわー、やるな。行けお前ら、行きます、行きます、メダパニギリ、行きます、攻撃、食らえ、おぉ、すごいぞすごいぞ、すごいぞ、おぉ、はははは、なんでそうなったの。行くぞ。ああ、もうあのさ、向こうびっくりするで。あのさ、向こう何出てくるんだろうと思ってさ、相手方びっくりするよな、こんなん。行きます、メダパニギリ、行きます、くらえ、おお、いいぞいいぞ、お、耐えるね、骨太じゃないの。ああ、全員こうなした、麻痺攻撃
ちょっと全員混乱しとる、全員混乱しとるって。全員混乱しとる、もうええって、もうええって、全員混乱して戻る。ああ。さあ、S ランクだ、あれ。何？バカンスでやってきた。テリワンの、メダルをぜ、テリワンのじいさん、それ言いすぎ。いや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 、テリワンの方じゃないですか。ほう。福岡のお腹を貸してやろう。何出すの？おお、ヤマタノオロチ！なるほどね。ヤマタノオロチ。いいモンスター持ってんじゃないの。いきます、いきます、攻撃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 です。うわー、メタルスライムが、メタルスライムが偉いことになってる。メタルスライム？ご退場。嘘でしょ。メダパ握り。さすがにでも大型だから効かんて。いいね、でも、3ヒットしてこれ。すごい、すごい。いいぞ。攻撃いきます、攻撃いきます、攻撃。なになに、ちょっと、何回攻撃すんのこいつ、さっきから。いけ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 。おはははは、終わっちゃった。相手動く間もなくね。早いな。おーい。配合しちゃダメだったんだよ、俺。俺、配合した瞬間、わけわからんことになって思っとるやんか。わけわからんことになって思っとる、配合したら。難易度が違うんだもん。圧倒的なんだもん。けど、下仏印とか来るんかな？イベントバトル開始します。S ランクで終わりなのか？ SS ランクあると思ってた。はい。超新星マスター、配合した瞬間ね。めちゃくちゃなの。対するは？誰？ははははははは。さっきイベントでやったやつじゃねえか。ムチスライム、友達に欲しいとか言ってたやつね。はいはい。ムチスライムこんなに強くなったんだよ。あ、俺配合して渡しちゃったからね。はぁ、そう。ブチスライム、ブチスライムが面影がなくなっちまった。ローズダンスとプチットガールズ。行くぜ！ああ、手加減なんてしねえぞ。手なんて抜かねえぞ。手なんて抜かねえぜ。ブチスライム。おい、俺の渡した名前に変えてる。俺の渡した名前がブチスライムちゃうやろ。名前変わって戻るやん。ゆめさん。別個体だ。知識の笛。プチットガールズ。笛吹き始めた。ほう。そんな悠長なことしてていいのかい？おう、自己伝員。なるほどね。お前、そんなスキル覚えさせてねえぜ。ミス。効かんな。オールラブレス。ちょっと待って、お前、何してんの？お前、何してんの？スモールボディでさ、複数、メダパニギリいきます。いきます。メダパニギリ。うわぁ。ちょ。ほう、耐えるか。麻痺攻撃。食らいなさい。攻撃。いきます。攻撃。麻痺攻撃。語彙力が低下してんだけど、このゲームさ、語彙力が低下すんねんけど。攻撃いきます、攻撃バーって光、光バーって見たもん、光。あれさ、語彙力が低下してんだけど、このゲーム。もう入れるから生放送をやってる時にずっと思ってたんだけどさ、なんでこんなにこのゲーム語彙力が低下すんの？攻撃、攻撃と。この、入れるかってこんなゲームなの？お、耐えるじゃん。お、耐えるね、骨太。そうそう、手応え、歯の応えごと、効かん、効かん、効かん。さすがに効かんって。さすがに期間って一旦耐えるとはなかなか会えるじゃないか。いきます、メダパリギリ。もう、ちょっと、やめとって。蹂躙に近い何かか？ああ、もう。うわ、溶岩の洞窟。これ最後の鍵を使いまして、来たのがここなんですよ。溶岩の洞窟。寝てるなぁ。ここだけなんだ。じゃあ、もうこれもやり残したことを一つなんでね。戦うか。ちょっと待って。お前らはもう十分活躍したじゃん。他にも一応育てたやついるから、ちょっとそれ使いたい。はい、OK で使いました。もうちらっともうね、下画面には見えてるんですけど。スタッフ寝てんね。どうなんだ？あ、動けない。勝手に動いた。寝てる。ぐごごごごごご。来たか。地獄の帝王、スタッフ。やっぱ裏ボスって言ったらこいつなのか？ジョーカー。無印しかりさ、2しかり、裏ボスはエスタークなの？毎回毎回。我が名エスターク。今はそれしか思い出せぬ。ああ、本気再現。は、善なのか悪なのか、それすらもわからんのか。私は従うためにやってきたのか。いいえ、君を倒すためにやってきました。え？そうか、私を従うために、まあまあ、正確には君をぶち倒したのに、もうぶち倒してあげるわ。ぶち倒して差し上げましょう。多分ね、もう、蹂躙しちゃうよ。さあ、行きましょうか。はぐれメタルキング。そしてユニコーンでお相手いたします。おー、かっこいい。かっこいいじゃん、エスタークの出方。ということでですね、裏ダンジョンで、
まあ未配合の時にね大活躍したはぐれメダルキングね、配合しましたよちゃんと。で、なんかサポートにいますユニコーンです。表にはお世話になりましたソフィーとシオともども行きましょうか。ただし今回はスカラングでもどうしよう、ユニコーンがちょっと危ない気がするんだよな危ない気はするよね正直。ユニコーンは裸でそこに立ってるみたいなもんだからだまあちょっと裸でそこに立ってるのは危ないけどな。ハグキやってくれ。ハグキというかまあ今回はねハグロなんだけどね、ハグメタルキングの名前。いくぜハグロ攻撃。ちょっと待って事故でいくぜハグロちゃんと技まで、ね、パワーアップしたぜ。技もパワーアップしてリニューアル強い。さすがさすが590グランドクロスも打っちゃうんだよねこいつ。マジックポイント上限はいけつないなマジでマジックポイント上限はいけつないんだけどこいつマジポイント回復してマジンギン、ちょっと待って、やばいの持ってるこいつ。よー、危ねー、結構やるじゃんマジンギンちゃんと持ってるのか。 HP アップ入れてるからいいけど、ビッグバンはまあ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 、ユニコーンで回復できる。メラガイオー、いいね。モーションはあの時と一緒だね、ほとんど。これは耐えれるね、余裕余裕。さすがにそれなら余裕でしょ。次ベイホマラーして、ハグキは攻めるだけ。よし、行きましょう。ハグキは攻めるだけです。行くぜハグロー、ジゴデインまあやっぱね、はぐれメタルキングはこうでなきゃみたいな感じでひたすらね、超特大呪文をね、ぶちかます スタイルでいきますよ。超特大のね、呪文をやっぱ攻撃なんか頭の悪いことしないでね。攻撃はちょっと頭悪すぎるんですよね攻撃とか言ってね、なんか吹き飛ばすの頭悪すぎるんでね、まあこれが一番いいんじゃないでしょうかね。はいオールラボス、やっぱね、裏ボスはね、やっぱ大体そういう超上級大義とかで攻めてくるのが多いね。まあそれはさすがに一旦でね受け切れる量なら大丈夫ですね。バカじゃないの、バカじゃないの誰に目が寄っとんの。ビッグバン、まあまあまあ特大待機はね普通に1000以上あれば受け切れるんだったらね、回復で補える分だったら問題なしですね。凍てつ稼働、ほう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 、凍てつ稼働あるんだね。そっか、これねユニコーンが耐えれるかどうか大事だね。そうなるとユニコーンが今素の状態で待機とかそういうの耐えれるかどうか。てかエスタークなんだから剣使えやエスターク、お前剣使えや、全然剣使わん。もうどっかのゲームと一緒じゃん、ドルモアばっか打ってエスタークどっかのさゲームと一緒だよ、ドルモアばっか打ってんもん、どっかのゲーム剣使えやって思うもん、剣使った方が絶対強いんだもん。ミローグなんてもう君は呪文しか使わへん、呪文ばっか使うな、剣で攻めてこいよ。聞かへんやないかんでもってよ聞いてないやんか。じゃあビッグバン怖いよ、これビッグバン怖いな、ほんとに。170。余裕は、余裕だわ。来た、魔人斬り行くぞ、うーん、ハグロー、あー、ハグロー、うおハグロー、危なかった。で、まずだね。ハグロー危なかったね。さすがに魔人斬りのあの辺りは怖すぎる。レホマズンでどんぐらい回復する？ 685! いいね、いい回復力。さすが配合すると全然違う。俺さ、配合すると全然違うね、これ。マジで配合すると違ってくるね、なんか。もう回復力、攻撃力ともともさ、配合するとめちゃくちゃ違う。実感するわ。なんか、いつだこいつメラミしか打ってなかったよね。うん、なんか攻撃ばっかしとったよね、いろいろが。攻撃ばっかしとった。もうあとこれ消化試合みたいなもんでしょ。魔人斬りでね、あの戦局が大きく変わらん限りは消化試合でしょ。新勝だけど、勝ちは勝ち。危なかったね。ちょっとギリギリだった。ちょっとギリギリだったな。よかった。ハグロでよく勝てた。後ろの究極マイラーで回るんかと思ってた。なんということだ。この戦った9ラウンドでやられてしまうと。お前数えてたの？仕方ある。あ、これなんか15ターンとかかかってたらダメだったんかな。いやエスターク仲間になった。エスタークやっぱ仲間になんのか。50としては、タイラントワームに負けてんな、ステータス。お前、ステータス、タイラントワームに負けてんじゃん。弱いなということで、今度こそもう終わりかな？一応一人でできる反面は。一人でできるものはもう多分ここら辺で終わりなんすかね。まあ、S ランク以上もなかったし、バトルとしてはもうこれ、S タックが最後みたいなとこあったから、他になしあったらコメント欄で教えてください。まあね、最後にちょっと見せたいと思います。こんな感じですすごいことになってますけどちなみにスキル紹介するとこんな感じです。もう魔法使いも知らず捨てまして、こんなことになりました
ダイヤモンドスライムとか、はぐれメタルキングのダイヤモンドスライムのね、もうスキル持ってたり、もう意味わかんなかったんですけど。で、回復薬ね。回復薬の使用に、お前らはこんな感じでした。すごいことになってます。えげつないな、これ。もうえげつないことになってたよ。なんかもう、配合しただけで世界が全然違う。これがモンスターズだね。やっぱどっかの攻撃とは違う。攻撃とは。